先日、関西国際空港が開港から30周年を迎えたよ。関空ができてからもうそんなに経ってるんだな。その間にラピートやハルカといった関空アクセスの特急列車とかも運転されてきてるよね。関空アクセス路線はかなり面白い要素が多い気がする。実際関空アクセス路線はかなり関西の他の地域と比べて特殊だったりするよ。ということで今回は関西国際空港開港30周年を記念して JR 南海の関西空港線についていろいろ紹介していくよ。まずはじめに関西空港線の路線の特徴と経歴から紹介していくよ。1980年代に大阪空港の騒音対策などを目的として関西に第2の国際航空ターミナルを建設することとなり、1980年代より大阪湾上に建設を開始した関西の第2空港、関西国際空港。そしてこの関西空港の開港に合わせて空港アクセスの鉄道路線を誘致することとなったよ。そうして関西空港へのアクセス路線建設に名乗りを上げたのが、和歌山県南部と難波といった都市部を結ぶ関西大手私鉄の南海と、天王寺や大阪、京橋といった大阪環状線周辺地域から和歌山方面へ列車を運行する石取の2社であるよ。そして1987年には JR と南海が、臨空タウンから関西空港間の第二種鉄道事業免許を取得し、同時に南海は、空港線分岐駅となる予定の、泉佐野から臨空タウンの第一種鉄道事業免許を、後年に JR は、空港線分岐駅となる予定の、姫野から臨空タウンの第一種鉄道事業免許をそれぞれ取得していたよ。ここで第一種鉄道事業と第二種鉄道事業の2つが出てきたけど、第一種鉄道事業は自社の保有するレールの上に、自社の保有する車両を走らせるというものであるが、第二種鉄道事業は他の会社が保有しているレールの上に、自社の保有する車両を走らせるという違いがあるよ。つまりは、泉佐野から臨空タウンは南海所有の線路、姫野から臨空タウンは石取所有の線路で、臨空タウンから関西空港の区間は別の会社が線路を保有している状態だよ。そして、なんと臨空タウンから関西空港までの長い関空連絡橋の区間は、南海社と JR 社がそれぞれ乗り入れる区間となっているよ。もともとは、南海と JR でそれぞれ第一種鉄道事業として、泉佐野から関西空港、姫野から関西空港で開業させることが計画されたけど、あまりにも関空連絡橋が長い上、土地の取得が困難なため、あらかじめ、関西空港土地保有という会社が、臨空タウンから関西空港の線路を保有して、その上に南海と JR の車両を走らせるという形にしたよ。これで関西空港から臨空タウンの区間の路線保有だの運賃だので揉めることがなくなった代わりに、南海も JR も関西空港から臨空タウンで運賃に加算料金がかかっているよ。という感じで1994年6月15日に、関西では珍しい、ライバル会社の南海と JR が同じ線路を走る形で空港アクセス線が開業しているよ。次は関西空港アクセスを担う料金不要列車についてだよ。南海空港線、JR 関西空港線にて現在運転されている料金不要種別は、JR と南海で合わせて5種類となっているよ。その中でも南海の空港急行と、JR の関空快速は関空アクセスの中枢を担っている列車であるよ。南海の空港急行は関西空港から難波間を45分から50分で結び、途中で南海本線の主要駅に停車しているよ。停車駅は、臨空タウン、泉佐野、貝塚、岸和田、春木、泉大津、羽衣、堺、天ヶ茶屋、新今宮の10駅だよ。一部時間帯では普通列車と空港急行の接続がなされたりするほか、関空特急に途中駅で抜かれることがないため速達性に優れているよ。石取の関空快速は関西空港から大阪の中心部を1時間と少しをかけて結び、途中、阪和線と大阪環状線の2路線を経由するよ。停車駅は、臨空タウン、姫野、熊取、東岸和田、泉府中、大鳥、三国ヶ丘、堺市、天王寺、新今宮、大正、弁天町、西九条、福島と、大阪から先の各駅に停車するよ。こちらは空港急行と違い、特急列車との待避時間や、姫野駅での奇襲時快速との連結時間などが多い代わりに、大阪の梅田地区、京橋、西九条、天王寺といった大阪環状線内の東西南北を一本で結んでいるのが強みだよ。また、空港から USJ のアクセスとして使われることも多いよ。そしてこの他に南海では空港から本線へ直通する普通電車、JR では大阪環状線内では各駅停車の直通快速などが運転されているよ。ただ、そんな種別の中で特段異彩を放っているのが、JR の運転するシャトルという種別の電車だよ。シャトルは朝夕時間帯のみ運転される姫野から関西空港間の各駅停車種別であるよ。ただ、時刻表では普通と表記されていたりするので、シャトルっていう愛称のただの普通電車の可能性が高いよ。次は関西空港アクセスの中心となっている有料列車についてだよ。有料座席サービスなども含めて開業から30年間で運転された有料列車は3つあるよ。うち2つは現在でも運行がなされている関空特急列車であるよ。南海の関空特急ラピートは空港急行と同様、関西空港と難波を1本で結んでいる列車であり、所要時間は35分から40分となっているよ。
停車駅のパターンは朝夕のラピートアルファと日中時間帯のラピートベータで少し違っており、ラピートアルファは主要駅のリンクータウン、泉佐野、天ヶ茶屋、新今宮の4駅、ラピートベータはこれに加えて岸和田、境にも停車するよ。ラピートは料金がかなり安く、手軽に乗車できる上、所要時間も短くサービスのいい特急列車であるよ。JR の関空特急はるかは関空快速の通っていた、阪和線、大阪環状線に加え、東海道線を経由して、京都、滋賀方面をも結んでいて、京都までの所要時間は1時間30分程度だよ。停車駅は、天王寺、大阪、新大阪の3駅のみとなっていて、一部は阪和線内の姫野、泉府中、東海道線内の高槻、山科、大津、石山、南草津、草津、森山に停車するようになっているよ。はるかは料金はまあまあ割高ではあるものの、京都方面にスムーズに移動できるため外国人観光客利用が特に多いよ。そして現在は運転されていないけど、有料座席サービスを装備した、関空特快ウィングという列車も運転されていたよ。食トリが、関空アクセスで南海やバスに対抗するべく、有料座席サービスや少ない停車駅などを引っ提げて運転されたが、利用客外感染少なく、有料座席サービスが特に大失敗してしまったため、現在に至るまで名な列車として語られているよ。最後は関空アクセス列車として運用される車両の形式などについてだよ。JR の関空特急列車では旧型形式の281系と、新型車両の271系が用いられていて、6両基本編成は281系のみで、271系は一部の3両増結編成で使用されるよ。関空特急以外の関空快速、直通快速、シャトルといった種別では、223系と225系が使用されていて、223系は0番台と2500番台、225系は5000番台と5100番台が関西空港へと乗り入れるよ。どの車両も快適な転換クロスシートが使用されているが、東海道線やその他路線とは違い、阪和線、空港線使用の223系、225系は、1たす2列の座席となっているよ。南海線の関空特急ラピートは5万系が使用されていて、5万系以外の車両はラピートでは運用されていないよ。ただ、空港急行、普通列車ではかなりたくさんの車両が運用されていて、南海本線を走る1000系、8300系、8000系、9000系などの他に、仙北からやってきた3000系、古いタイプの7100系などが走るよ。ただ、今挙げた6種類の車両は普通、空港急行のどちらでも運用できるタイプの車両なんだけど、もう一つの空港線に乗り入れる形式は、普通のみで運用される車両となっているよ。その車両は2000系、ズームカーだよ。この車両は他の6形式とは違って、普通車運用のみという仲間外れであるけど、関西空港駅に乗り入れる特急車以外での唯一のみ扉車であるよ。しかも関西空港から難波の普通運用は1日に数往復しかないため、2000系が関空に来るのは1日に1往復のみという少なさとなっているよ。そのため1往復だけのレアな感じになっているよ。ライバル会社が同じ線路を走ったり、レアな種別が走ったりと、関西ではなかなか見ないスタイルの路線って感じだな。JR と私鉄がそもそも同じ線路で走るってことがあんまりないからね。何は筋線が開業したら関空アクセスも変わってくるのかもね。そうだね、関空アクセスに阪急とかも関わってくるしね。ということでみんなもぜひ、関空を使う機会があれば、関空アクセス路線を使ってみてね。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいぜ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃあねー。